再開していくぜ。さて、前回クリスタル結構手に入れたんで、とりあえず7700、8500か、そこそこいけるんじゃない？マナチャージ3いける。ゴールドラッシュは無理。虎の心はまあいいかなって気してんだな。サンタに願いを。サンタに願いをいい気がすんな。ここら辺なんだっけ？星に願いを。レアな願いが出やすくなる。16000足りない。幸運の兆しね。トレジャーハント。足りない。薬草額はいいかな。天国と地獄。階層を登った時に一定確率でレアマップへ誘われる。天国と地獄の2種類があり、どちらに飛ばされるか選んでみないとわからない。やってみるかこれ。天国と地獄、ドン。これで天国と地獄マップが出現したっていうことかね。ダバーやっていきますか。前回見せてなんか見れなかったところがあれば、まあ、適宜流していくっていう感じで、まあ、サクサクやっていきましょう。サンドゴーレム、こいつか。なんか商人がどうのこうの、こいつに取られたものがどうのこうのって言ってた、こいつか。話を聞く限りでは大した攻撃はしてこないと思うが、その分逃げ足は速いようだ。 一気に抑え込む。逃げ足が速い。あー、どうする、どうしようかな。水とか効きそうな雰囲気あるけど、いないんですね。とりあえずマリオンストレート、いや、とりあえず貯めるか。プラズマファーンとエステルちゃんないんだな、これな。とりあえずファイヤー。炎を弱体化させつつ、雷も弱体化させる。あー、雷弱体化させてもレジストか。雷ほとんど効かねえやつだな、これ。ダーバーどうしよっかな。アイスピアース効きそうな雰囲気あるけど、サイコブレイク、ファイヤースーパーストリック。あー、そんなに効くわけじゃない。風もレジストされてる。むむむむむ、特別あれか。雷が効きにくかったわけじゃないか。ノーフューチャーを打ち込みたいな。とりあえずアイスピアス。氷は唯一レジストされてなかったけんども、雷弱体化してるんですけどね。暗闇鬱陶しい。これノーフューチャー当たるかな。当たってくれると嬉しい。プラズマファーンと、よし、当たった。ノーフューチャー、うっひょー、マジかい。超痛いんですけど、それ、マリオに雷電インストールして、マリオンスロットからのヒールでズッチが行く。太陽状態、暗闇になんな。くそー、あー、もうこれ暗闇になるの鬱陶しいですな。意外と強いこの子。ナイス連続行動やけども、グランパやって、でベル君リカバーやっての、ついでに自分も回復してくれる。メンタルグランパー、あなたはどうする。これストレート、ストレート。デイリッチはハローワールド打つか。ミス、あー、暗闇だからか。くそ、暗闇を回復させるべきです。うわー、強ー。
あー逃げてしまった。残念、逃げられたようだ。マジかよ、強いな。死と火力不足だったな完全にな。氷系が唯一レジストされずにダメージ与えられてたから氷系か。なるほどな。じゃあもうちょい探索していくか。あれ、あなた前回いたな、冒険者さん、僧侶のエマ、ミトナと呼ばれていた王国に立つ王城の跡地です。ポン。どうして幽霊がさまってるかって、実はこの王国、不幸にも生贄を採用していた。かわいそうにたくさんの人が捕らえられて、王の若さを保つために生贄にされてたのですが、もっともその若さを保つというのもただの迷信だったみたい。結局無駄死にをしたたくさんの若者たちが王国が滅んだ後もさまよい出ているのですが、なんとかしてあげたい。落ちている骨を集めてきてもらえますか。私の方で呪文をかけて気持ちが安らぐように供養します。そうすればもうただの骨。せっかく供養、せっかくです、供養した骨を使って装備品を作ってあげよう。へえ。骨だって有効利用した方が喜ぶに決まってますわ。なるほど、骨の回収何個か拾ってきてるよ。一つ1万ゴールド、はい、いいよ。新しい装備が作れる。ふむ。ショップを開く。ボーンマント、霊気耐性がついて、炎も、この攻撃力も上がる。よくねこれ。4つぐらい買っとくかとりあえず。いやー高えな今の装備。いい気がすんな普通に。とりあえずエステルとか、炎耐性エステルとかすでにあった気がするんだな。ボーンマントの方がよくねえか。霊気耐性、この攻撃力も上がる。一応つけとくか。霊気耐性、魔法力下がんな。物理防御上げとくか。霊気耐性、無駄にみんな霊気耐性がついたけれども、さて、ここ気になるな。ここへって、はい、あれ、どこになんもない。なんだろうね。もしかして全部のあの魔法陣をやるといいのかな。この魔法、なんだおめ、呪いの自称人形、攻撃したらヤバい系かな。一旦防御、こういうやつは防御して様子を見る。全然関係ねえ、普通に殴っていい感じだ。普通に殴っ、あ、カウンターしてくる。あ、なるほどね。うっひょー、いいダメージ持ってる。そんなに強くね。でも魔法物理カウンターしてくる系か今のは、かもしれんな。とりあえずあのなんだろう、魔法陣で全部やれば一番左上の、お、ペア敵プラチナ壁、こいつもうゴリ寄せた気がすんな。炎弱体か。ゴリ寄せる、ゴリ寄せると信じたい。多分ゴリ寄せる。あー逃げられた。これ入ってみるかい。よしよし。お、宝部屋やったぜ。妖刀虎鉄マリオンさん、どう、ロマンスソードと比べてどう。上がる、会心がめっちゃ上がるけど命中率下がるな。まあでもつけといてみるか。会心上がるのいいでしょう。他は何もないかい。何もなさそうだな。お、天国と地獄、早速来たな。一か八か、乗ろう。やってやらー、これは悪魔の誘い。どうなるのこれ、どんな感じ。うわーうわー、ちょっと待てよおめえ。スッと抜けて、抜ければなんかご褒美もらえるみたいなこと言ってたけど、ここじゃない。あー左下かじゃ。お、願い、願いのかけろ。ここでもない。どこ、ゴールどこ、ゴールどこ、ゴールどこじゃ、ゴールどこじゃ、右上か、右上か、右上ゴールか、右上ゴールっぽいな。ここじゃない。どこだ。やったぜ。ふぅ。
うん。超。T 結晶超。なるほど。ああなるのか。ふーむ。ここ入れるかな？あー、レア、レア、こっち行ってなかった気がするな。ひろひろー。ここだけか。ここに繋がるだけか。ふーむ。じゃあ、また適当に探索していくぜ。さて、デスノさん、これ、また同じところまで値切れたな。買ったるか。1001万。買おう。うん。謎の遺書。タワーから帰還した後でじっくりと鑑定を行う。はーい。タワーから撤収した時に、その遺書の中身がわかるっていうやつですな。楽しみだ。ボス部屋まで来てもうたな、これ。行ってみるか。行ってみようか、一丁。さーて、サネアツ。物理系だな、これ、完全にな。コタッちゃんかユズハちゃんの出番だった可能性は大いにあるな。マッスル出してとりあえず挑発させたいが。炎を聞く。なるほど。氷系。あー、ちょうど氷の、もうこれどうしよう、どうしよう、どうしよう。これ返して、ベルクンリボーンでボルケットチェーン返して炎を聞くのか。ふん、それ挑発。痛いー、これマジか。ベルクンリカバーしてのこれ氷系か。敵はサイコブレイクの速度一発逆転セレブので、防御で。お？炎系になった今度は。もしかしてその雰囲気あるな、これな。その雰囲気あるな。プレイ攻める。フレームウォール使いたかった。炎を弱体化しての、マッスル一応防御しとくか、挑発してるから。あ、炎ダメージ与えられない。マジか。これはそういう系か。なるほど。そうですか。属性変わってく系の敵。なるほど。アイスピアスがめっちゃ効くんじゃなかろうか。ちょっとマッスル防御しといて。氷効く。なるほどね。そういうことですね。マリオンスロット、あなたは、男の仁王立ち。次のターンで男の仁王立ちかな。挑発切れてきた。優勢状態。雷無効。これマリオンがこうなった時に雷無効してくるんだから、これ仕方ねえな。ウィンドリカバーかけての、とりあえず TP 貯めますか。まだ雷弱点なってるか、あれ。いや、もう一回撃つか、雷弱点。男に用立ち。7000。すげえいいダメージ飛んできたが、ノーフュー、ノーフューチャー。ファイアファント。引いて、その、うおい、出てーなー、それなんだ今の。なんじゃ今のは、なんじゃ今のは。それリボーンしての、ちょっとあなたどうすかな。あなたは攻める。トラウマファイヤーかかってるから、ファイヤーマッスルでこれ
マッスル、ベル君、回復力、エクセル回復して間に合ったけど、大地向こう、毒毒ソード、ふむ、ヘルチン引き返しときたいな。リボンして、毒系ね。一発ぶっぱすっか、ファイファント。じゃ効くけどその程度のダメージ。あ、毒液病、これはつらい。沈黙、しかも沈黙にしてくる。そういうことしちゃう、それ。ヘルチンでウィンドリカバーかけるから、ちょっと一旦長期戦の構え取りつつ、ファイヤー、痛い、沈黙、こりゃどうしようかな。一応万能薬っといてのベル君リカバー3ぐらいにしときのファイヤーで男に用立ち。氷のターンか、また。ってことは炎が効くよと。したらば自分で自分を回復しての、あなたトラウマファイヤーしてからファイヤーファイヤー、沈黙だから何もできない、しゃーなし、万能薬で回復するか。疫病までは治せないんだな。アーマーブレス、マジックバリア、防御高めてくる。ファイヤーファーント、そんな見たくねえ。たまたま全員氷耐性つけてるからそんな見たくねえ。サイコブレイク打つか。炎状態ですか。したらばマリオン出して、ズッチー出して、レイジングウィンドのマリオンストレート、マリオンストレート、防御低下させる。ハイドロブレイク打ちたかったが打てませんね。マッスル一応挑発かけとくか。防御低下、うわー、マジかよ、一発で持ってかれんの、マリオンちゃん、嘘でしょう、それ。ウィンドリカバーの生き返して、ベル君リボーン、防御しといた方がいいか、マッスル。おい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 、それ、マッスル一応防御しといて。マリオンメテオか、雷無効なんだな、そういう時に限ってな。ウィンドリカバーしてファイヤー。今どういう状態、雷攻撃か、ちょっと炎攻撃の時にフレームウォール打っときたいから、ちょっとここはこれで様子も見つつ、神様ランチでちょっと早めの回復、全然効かねえ。うっそー、
うっそー、いいダメージ持ってる。リビングチェインするか。攻撃魔法帝か。男の仁王立ちはまだできない。ちょ、まっすぐ防御しといて。挑発切れた。防御したタイミングなかった。アタックダウンさせたけども、それスタンかかって、これどうする。一発逆転セレブからのイルステル引き返して第一毒耐性ね。ウィンドリカバーもう一回かけといての、一発逆転セレブからのオルカノン。炎がどんぐらい効くのか分かんない。トラウマファイヤーも一応して、男の仁王立ち。どうよこれ、トラウマファイヤーも入ってるし、そこそこ効くんじゃない。13000、いまいちだった。毒疫病麻痺、あい、鬱陶しいわね、鬱陶しいわね。それこの状態の弱点何なんだろうな。ちょっとルフレも生き返しときたいんだよな。ふーむ、どうしたもんかな。いやでも今動けないやつが2人もいるからな。エステルか、一応2人とも直すか。結局直しても麻痺になんの。ナイス連続行動だけど麻痺になってる。マッスルさんなってんな。やりつつのベル君リカバーして攻めないと。ファイヤー炎弱点まだ続いてるから、ファイヤー氷、最後の侍魂。これは炎弱体、炎弱点なったけど、これ氷系か。今沈黙とかやってきたかな。やってきた気がすんな、さっきな。沈黙無効、沈黙さっき鬱陶しかった、一瞬鬱陶しかった気がすんだな。今炎弱点、まだ炎弱点っぽい。ファイヤー、ファイヤー、マリオメテオ。そんなにか。痛いなー、レジストしてそんだけ食らう。炎はでも効きやすいからぜひ生き返してあげたい。ウィンドリカバーの、トラウマファイヤーからのファイヤー。マリオンちゃんは2回行動だったか。今生き返そう。ペル君リッポーン、あ、2回行動じゃなかった、エッセルだったか。うわー、くそ、レジストして持ってかれるか。マジかよー。うわー、あがががががががあがががが、がもうこれガラクタ謎の衣装。お、秘伝書やった。普通の魔法書かー、そんなにだなー。開発終わってるかい。前回まだ終わってなかったんだよな。終わってる、やった。タコ天シンプルイズベスト。タコ天の完成よ。カリカリの衣にプリッとした食感のタコ、口の中で噛めばじわっと染み出す旨味、速さ安さうまさ、ここに全てが揃った。開発ルームへ。今開発が終わったのこれか。ズッチわかる、ズッチわかるわ。潮風を感じさせるこのプリッとした身はザンブラコのタコだ。そうだろう。いつまでも飽きのこない見事な三段食感。大変なものを作ってしまったな。これはおやつタイムが戦争になるぜ。酒のおつまみとかにもいいんじゃない。料理の回転も早いし儲かりそうだな。ズッチの提案は成功だったな。タコ天もな。タコ天が一つ、虫魚釣りも一つ入っていた。あれかな、素材と能力上昇系アイテムだなきっと。
で、なんか一個増えたな、今。これ何？ルフレからの提案。あー、B 級グルメを提案してくる、提案。カップラーメン。ヌードルね。ちょっと待って、こっちは元からったやつだな。コドラちゃん。こたつみかんは凍らせてもうまい。だけど残念ながら凍らすと芯がシャリシャリしちゃって、滑らかさが失われるんだよね。酸味はより強く出るんだけど。なんとかこれを一工夫して、滑らかなアイスが作れないものかな。つのつのコンビも協力するよ。何があったら言ってね。うん、じゃあお願いしようか。銭あったの力は役に立ちそう。瞬間冷凍が成功すればあるいは。ふん。で、お店の売り上げください。うん。で、アイテム補充しての、あれだな、次回はコトラちゃん連れてってみるか。コトラちゃんは割とあれありな気がしたな。コドラちゃんとユズハちゃん二人とも連れてってみるかい？だな。会議もして。よしよし。お、サンタ。教科書。プリン2倍で、トマト祭りってなんだ？トマト祭り。ロケットトマトか。なるほど。賢者の石。秘伝書。スノーブレード。お、精霊の息吹。徐々にこ、あ、間違えた。今いくら渡した？連打してもうたー。敏捷性プラス 15%。ジャンクフード、どうなる？みゃーややぽっちゃり。敏捷性下がってる。お、これ初めて見るな。ケイドロ。過激な警察と間抜けな泥棒たちが繰り出す爆笑コメディ。ストーリーの性格が強く出てるので、会う人にはたまらないでしょう。さあ、どうだ。右は、あの赤い子誰だ？エステル？左は、あの兄弟か。ジーナとアルフレッドかな？ 4、2、1！ 意外と低い。11点。惜しい。手にあった。5。まさかの満点！大名作。芸術王。またこれか。前回何にしたんだっけかな。あら、順当にルフレ。口で加えてんの。かわいいな。はーい。マンガ肉。TT 様のお友達でベルの神様。ベルベル。ヒーリングベル。はーい。探索場所の提案はないね。じゃ次。お店の提案とか、あるかな？あ、これはあれか。はぐれ大祭りだよね。確かね。大自然の教え。やったぜ。で、こっちの出入りっちゃなんだ？お店提案。なんだ、ごちゃごちゃしとるこれ。あれか、スゴロクかこれ。ふんふん、独走中。眠れる竜。サイコロを2個取って10以上出ないと1回休む。追いはぎ本舗。サイコロの目かける2個、プラス、武器攻撃力で判定。10以上で突破。面白いことやっとんな。エッセルちゃん調子いいですね。まあね、現実でもゲームでも私ってば足が速いのね。ほら、もうゾンビたちの宴まで来ちゃった。よっと、私のサイコロは3ね。そこはゾンビの手だで大変だな、エステル。5以上出さないと抜けられないぞ。そいつは素人ってもんや。私はちゃんと最初のショップで炎魔法買ってあるからね。2以下が出ない限り一発突破なのだ。せーの。1、大爆笑。わざわざ炎魔法買って捕まるとかエステルもやるわ。なぜここに来て。宝箱のマス。何出た？スピードブーツ。移動力プラス3だからこれでゾンビたちの宴もひとっ飛び。いいの引いたじゃん。炎魔法いらなかったな。あんなの買うとは素人ですね。こいつら結果論で言いたい放題。
いわゆるこのゲームあんたたちが作ったんだし、あんたたちの方が上手いのは当たり前だしね。なんだ中盤そこそこで負け惜しみか。それよりこのゲームこれだけ重く白く作れるんだから早く特産品に登録しなさいよ。もったいないじゃない、これ1台なんて。他の人と遊んでみたいし早く流通させなさいよね。ふむ、その時は特産品登録じゃなくて店舗登録？まさかこれをリアル店舗にするつもりか。出入り地たちでおもちゃ屋を作る計画がある。ふむ、それはまずくない。少し前に王国ゲームブックが出たばかりよ。連続してゲームってだけでマリンの目が光るのに、ここでおもちゃ屋作ろうって言っても提案ごと潰されると思うわよ。もちろんズッチーたちも無策じゃないぜ。調べているんです。調べた結果、ローズマリーは割とボードゲームには好意的だって分かったんです。好意的そうか。これまでボードゲームに何度か参加してきたことがあるよな。そういえばあの子ゲームとかそんなに好きじゃないのにボードゲームはやっていたね。ローズマリーはオセロや将棋が大好き。だから卓上ゲーム全般に対しても態度が割と甘い。ということは卓上ゲームを中心にしたおもちゃ屋なら通る可能性があると？いや、まだだ、まだ弱い。ローズマリーのプライドをくすぐり、こちらの土俵に引き上げるんでち。どうする？頼もう、頼もう。卓上ゲームの女王ローズマリー、デイリッチたちが作ったボードゲームで勝負だ。とりあえずその呼び方やめてくれる？さあ勝負だ。ちょっと、もしかしてこれ君たちが作ったの？デイリッチたちが作ったボードゲーム超面白いから一緒に遊ぼう。かなり丁寧に作ってあるじゃないか。確かにこれはやってみたいかも。だろう？だけど勝負っていうのはどういうことだい？普通に遊ぶだけじゃダメなのかな？それじゃあつまらん。負けた側が勝った側の条件を飲むってことで、何か一つ願いを叶えてもらえると。うん、できないことや無理があることはやらないよ。現実的な範囲でいいよね。もちろんできないことは言わない。うちが勝った場合は3秒で終わる。そうか、まあ大体分かった。だけども逃げるかマリー。いや逃げない、私も挑発は素直に受ける方でね。ただそっちが2人、こっちが1人ってのはどうなんだい？むむ、はいマリー、私エステルさんがそっち側に作ってるのはどう？でもエステルはいいよ、子供たちとグルの可能性があるからね。なるほど。く、早速作戦第1号が潰れた。エステルめ、もうちょっと自然に混ざれないもの。だがまだまだこちらの土俵、やったことないゲームであればローズマリーの知識も半分しか生きない。ちょうどいいところに忍さんコンビお願いできますか。巨人ガクター2倍。どうなん、勝てたんか。勝負あり。マリー忍チーム負けとるやないかい。いえ、いや今回はサイコロ運が良かったですね。カードの引きも良かったですし、およよ、それでも結構接戦だったし、デイリッチさんたちうまいですね。次は負けちゃいそうです。それ以上追撃すんな、一応こっちは作者側だぞ。勝ったら願いを一つ叶えてもらえるって、そういう約束だったよね。そんなこと言ったかな、だったよね。じゃあこのボードゲームを量産して売りに出そう。え、これだけ面白いんだ、たくさんの人にやってもらわないともったいないじゃないか。おう、卓上ゲームを主力にしたおもちゃ、どうだい？まさか聞いてたんかな、ローズマリーは。まさか知ってたのか、ズッチーたちの作戦を。君たちが私の周りをこそこそ調べて回ってるから、どうしても耳に入ってしまって悪かったね。それにいくら私たちでもルールもわからない状態で作者の君たちに勝てるわけないだろ。調べられていたのはこちらの方、恐るべし緑の巨人ボードゲームクイーン。いいなローズマリーな。君たちがどれだけこのボードゲームに愛を注ぎ込んだかは今遊んでみて分かったよ。これは間違いなく面白い。だから売ろう、私の願いを叶えてもらえるかな。うん、いきなーし。いくらだい？1,000、1万、10万、35万。ギリギリ。お願いしよう。私が言うのもなんだけど、あっさり子供たちの欲求を飲んじゃって。これだけ完成度の高いものならば、完成度の高いものを自分たちで作り上げるならば、その情熱は理解できるよ。ただ遊びたいからと権力とお金を使っておもちゃ屋を作るのとわけが違うからね。名前、はーん、おもちゃ王国がいいかなって思ったんだけど、すでに帝都で登録されてるみたいなんですよね。おもちゃの里とかどう？はぐれ王国の柔らかい雰囲気が出て人集めそう。おもちゃの里、なーしなーし、おもちゃの里ね。ははーん、てかお金がマジでなくなったな。ちなみにはぐれ大祭りっていくらなんだっけ。提案1000、1万、ギリギリいけんな。ちなみにこれやるとさ、魔法陣が出るのかな。やっといてみる？ちょっと待って、まだお金ないから、次回に回そう。会議の終了。んで？店舗ブーストマップ行ってみっか。どこだ？どれだ？これか？違う。これでもない。これか？これだ！おもちゃの里。次の会議までメンバーの運、攻撃、会心をプラス 5%。あ、これ強くね？該当するメンバー。ペル、ジーナ、ブリギット、マリオン。マリオンもなんだ。
恩恵受けるのうちのメンバーだとマリオンだけか。そのために3000はちょっと高えんじゃねえか疑惑ある、あるけども、特別買えるものないかな一旦。ポケットスターターズ外せば、あ、これ足りないんだ微妙に。290、これ300だったもんな。あ、そう、でも290あったら結構いろんなもんできるんちゃうかなっていう気がするんだけど、そうね。エステル、メニャーニャ、ズッチー、デイリチ、ジーナ。エステルとズッチーはよく使うから HP と TP 再生うまい気はするが、ガガガガガ、能力上昇系に復活させるか、スプーンとかね。250、エンちゃん、エンちゃんということで、今回は結構時間が来とるんで、ここら辺にしときましょうか。次回、緑の塔のボス、緑の塔？緑の門のボスをなんとか倒しに行くぜというところで、次のパートでお会いしましょう。またね。